2年目で、去年2年目でやっと馴染めて今年はもっとあのチームの一員というか、もっとチームに貢献したいなっていう気持ちはありますし、あの3年目になって、チームもすごくあの成長を感じていて、やっぱりこう優勝を狙えるようなクラブチームだと思うので、そこに向けて僕も何かこうピッチ以外で試合以外でもあの貢献できるように頑張りたいなと思ってます。これからも熱い高木選手楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますでしょうか。そうしましたら目の前の